ます。結構この曲評判いいんでね、あのカラオケでなんか歌えないのなんてよく聞かれるんですけど、そのうちなんか皆さんあのデュエットしてください。小さな人生っていうのをかけたんじゃないんだからね。いつも言ってるけどね。いや、俺も、うん、応援歌なんだろうね。分かったんですよ。僕たちはあのここの3人で映画の主題歌なんかもやったりなんかしましてですね、3年ぐらい前になりますか、ね、あの高橋万明という監督がおりまして、万明さんとは長いね付き合いで、そうですね、まあ、彼女もねなんかあの女優業ですから、もうやっておりますから、まあ、そういう関係のご友人もたくさんおられるわけですけども、その万明さんが僕たちのライブよく遊びに来てくれたりなんかして、で僕らの次こうお送りしてちょっと休憩しようかなと思うんだけど、この曲を聴いて脚本を書いたっていうぐらいなんか惚れてくれたらの曲です。なんでこれ皆さんご存知の曲で、あのアメージンググレスというアメージン、いろんな人が歌ってますよね。なんか本田さんが亡くなりましたけども、本田美奈子さんなんかも歌ってましたけど、今回聴いていただくのはなんとリリーが書き下ろしたアメージンググレスです。もちろん東北弁です。違います。日本語です。そのアメージンググレスをじゃあ聞いていただいて、ちょっと